その瞬間を多くの人が待ちわびていました。藤井聡太七冠が永瀬王座に勝利しました。史上初の八冠制覇です。速報トロフィー出します。もうすごい嬉しいです。藤井聡太さんおめでとうございます。ありがとうございます。藤井嬉しいです。もうなんか今ここどこにいるのみたいな世界というか昨日王座戦五番勝負第4局で永瀬王座を破り、将棋界にある8つのタイトル全てを獲得した藤井聡太八冠。そうですね、高松さんはついに見合った実力をつけられるように、今後一層取り組んでいかなくてはいけないかなと思っています。前人未到の偉業にこの地方は沸きに沸きました。今日瀬戸市役所では。スーパーヒーローですね、希望の星というかスターですよね。地元の信用金庫でも八冠達成を祝う横断幕が飾られました。さらに多くの人が集まり、今か今かと待ち構えていたのが、王座と書かれた垂れ幕。ついに8つ全てのタイトルが瀬戸の地に揃いました。8回も勝ったらしい。なんかすごかった。8回もこれじゃない、信じられないねどうなるかなと思ってたけど、だんだんこう来ちゃったかもね。もう本物だよね。朝起きて、そうだ、赤飯炊こうと思って、そのぐらい嬉しかったね。この複合施設では紅白餅が400人に配られるなど、お祝いモードに包まれました。今午前9時40分を回ったところです。オープンまで20分切ってるんですが、ご覧の行列ができています。市内のスーパーにはお祝いセールを目当てに大勢の人が。最初お入りいただくのは頭から10名様になります。予定より15分早めてのオープン。先頭のお客さんが真っ先に向かったのがお肉売り場。なんと飛騨牛が通常価格の8割引き。飛騨牛は当初50キロの販売を予定していたそうですが、急遽80キロに増やして対応したそうです。8巻だけに。店内には8巻にちなんで税抜き価格88円の商品がずらりと。さらに卵が10個入り1パックで8円。店内に入れないお客さんには外で卵を手渡すほどに。多くの商品が早々に売り切れたそうです。市内の飲食店では八冠の八と魚の冠八をかけて、今日から始まった祝冠八丼、予想以上のお客さんが注文し、明日の分も使っても売り切れてしまったそうです。冠八っていうのは藤井君の語呂合わせかもしれないんだけど、嬉しい昨日の対局から一夜明け、終始笑顔の藤井八冠が改めて八冠獲得について語りました。嬉しい気持ちとともに、やはり、これまで以上にその将棋の内容であったり、そうですね、そういったところでも高いレベルのものが要求されるとのかなというふうには思って、います。藤井聡太八冠の誕生を心待ちにしていた瀬戸市。昨日は垂れ幕を掲げたり、商店街ではくす玉の準備をしたりと、昼間から熱気にあふれていました。商店街のパブリックビューイングは時間を追うごとに人が増え、午後7時を過ぎるとこの人だかり。
今日もし勝てば今日と明日も多分ワイワイしてるだろうからそこを楽しみたいと思いまして来ました。藤井さん見るのって一言で言うとどんな感情ですか？神様みたいな。藤井竜王が王座奪取に王手をかけた昨日の対局。後のないタイトルホルダー永瀬王座は気迫十分、序盤から優位に対局を進めます。永瀬王座の厳しい攻めに劣勢を強いられる場面が増え、会場にもどことなく諦めムードが漂い始めます。そんな中、午後8時を過ぎた頃でした。ここだ地元のファンが将棋の駒の形をしたものを祈るように食べ始めました。逆転もなか、逆転もなかというお菓子を食べているようです。藤井七冠がちょっとこう劣勢になっているときにこれを食べながら応援すると、なんと形勢が逆転して勝利になるということが、そうなんです、これまで3回ぐらいあったそうなんですね。お菓子の正式な名前は飛車角もなか。瀬戸市内の和菓子店が作ったもので地元では有名なお菓子。これを食べながら応援したところ、藤井竜王が逆転勝利したことがあったため、逆転もなかの異名がつきました。取材班がそんなの都市伝説だろうと思っていたその時でした。なんと永瀬王座の勝利と思われた局面でまさかのミス、一気に形勢が逆転。本人もミスに気づき頭を抱え祈るような仕草も。こちらも胸が痛くなる、ね、あれ食べた食べたよ本当に逆転したよ本当にもなかの威力が。そしてそのまま藤井竜王が勝利、前人未到の八冠達成となりました。おめでとうございます。もうすごい嬉しいです。藤井聡太さんおめでとうございます。ありがとうございます。藤井嬉しいです。ありがとうございます。もうなんか今ここどこにいるのみたいな世界というか素晴らしい逆転劇はきっとこの逆転もなかのおかげもあったと思います。で昨日はエアもなかだったんですけど、今スタジオに持ってきてもらったのでちょっと私いただきますね。結構大きいんですね。本当にしっかりとしたもなかいきます。うん、中の皮はサクッとして白あんです。お縁起がいい。ね、中川さん、そうなんですよ。この白あんはやっぱ白星というところにかけて、ね、はい、黒あんではなく白あんと。ね、まあ本当劇的でしたもんね、見事な逆転劇でした。